ミステリアスな女性とは今回のテーマはミステリアスな女性について伝えたいと思います。ミステリアスな女性、私からすれば憧れますよね。何を隠そう私、コケ作はミステリアスな女性に最高に憧れています。私には全くと言っていいほどないです。ミステリアスな女性は男性にモテる率も結構、 高いと思いませんかタレントで言えば、年代がバレそうですが。元祖、ミステリアスといえば、中森明菜さんとか、イメージかな今だと、誰だろう、北川景子さんとか、吉高由里子さんとか、男性だと、山崎健人さんとか、ミステリアスな女性の印象、それは、影があるということですよね。どことなし、 寂しげな雰囲気が似合う、暗いというわけではない。社交的で明るい、ポジティブタイプではないということですよね。だからこそ、寂しげな雰囲気が男性が守ってあげたくなるわけですよ。明るく笑っていてもどこか影がある、無理している。その心の中を見たいと相手は思うものです。ちょっと生活感がある女性とかも、 ミステリアスな雰囲気を醸し出している気がします。どうすればミステリアスな女性になれるのか。それは持って生まれた雰囲気だから真似しようがないんですよね。でもミステリアスな女性になりたいのであれば。外見的にはロングヘア、黒髪といったところでしょうか。もう勝手な妄想ですけどね。ショートヘアの金髪とかミステリアスには 見えないですよね、あんまりね。で、痩せている人に多いような。まあ、これも勝手な妄想ですけど。あとは、言いたいことを100%言わない、言っても30%程度で。絶対的に、聞き役ですかね。自分が、自分が、という女性は、ミステリアスの身の字もないでしょう、やっぱり。パリピ女とか。やっぱり、 本とか読んでいる人。まあ、本を読んでないにしても。一人の時間をうまく使える人ですよね。ランチも一人で食べているとか。服装は可愛い系というよりも綺麗系。そうなんですよ。ミステリアスな女性は綺麗な人が多い。アウトドアな犬派ではなくインドアな猫派。インドアだからこそミステリアス。 いくらポジティブで行動派な女性がミステリアスな女性になろうと思っても、どこかでボロが出てしまうものです。だからミステリアスな女性になるのはとても難しいことです。でもミステリアスな女性の要素があるならミステリアスな女性になることはできる。例えば大人数よりも少人数を好む。映画とかカフェとか旅行とか、 一人で行くことを好む。私、暗いのかな、そんな風に思う必要はありません。それもミステリアスな女性の魅力になる。男性は明るい女性が好きという人が多いですが、それは友達や職場関係を考えれば、自分の周りにいる女性が明るい方が楽しいからです。でも、ミステリアスな女性に振り回されたい。 そんな願望。なくもない。どこか影があり、落ち着いている女性。それがミステリアスな女性。そんなミステリアスな女性に癒されたいと思う男性は少なくはない。最終的に美味しいところを持っていく。それがミステリアスな女性かもしれませんね。自分自身がネガティブで、いまいち自身が持てない。それも、 ミステリアスな女性の要素だと考えたらマイナス面もプラスな魅力になるのです。ポジティブだけが女性の魅力ではないし良いわけではない。自信がない。だからこそ一歩引き受け身をすることができるのです。考え方一つでマイナスだと思う性格もプラスな魅力に変わるもの。ちょっと落ち着いた綺麗系の服を着て、サラサラとした ロングヘアの前髪をかき上げたら、もうミステリアスな女性の雰囲気を漂わせています。話し下手なら聞き役上手になればいい。男性は聞き役女性にキュンときます。考え方、一つ、人は魅力的になれるもの。女性だけじゃなく男性にも言えることですよ。ミステリアスな男性なればいい。 ミステリアスな男性が好きな女性はたくさんいます。どちらにしてもミステリアスを少し間違えるとただの暗い人になりがち。落ち着いたモノトーンファッションでコーディネートしたつもりが。なんだか不潔重たいなんてことにならないように。注意が必要です。ミステリアスと暗いはいわば紙一重。ここを注意すれば 魅力的なミステリアスな人、女性になれるはず、きっと。